皆さんこんにちは、スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開頑張っていきましょう。さあ今日はキングタットやっていきましょう。基礎中の基礎となる片手でまずは4つのポジションを覚えていただきます。最後ロール入ってくるんですけれども、初心者の方でもできます。私は手首が硬くて2人の方が上手に見せられるのでお任せします。それではキングタットについて解説していきます。入門編ということで、誰でも最初の一歩でも取り組めるようなメニューにしていますので、一緒に取り組んでいきましょう。まず知識のところなんですけれども、キングタットっていうのはタッティングというスタイルの中に入り込んでる技です。そしてキングタットっていうのはツタンカーメンのことを一般的には指すみたいですね。腕の関節を使いながら90度を表現することで、エジプトの壁画に描かれた様子を表現しているスタイルだと思ってください。それでは今回使っているポジションをご説明していきますが、腕は基本的にはこの横の形ですね。横に伸ばしていて肘を90度に曲げている、この形がベースになっていきます。まずは上でやっていきましょう。まずは手のひらを上に向けていて、何かお椀を持っているような形、すべて90度の意識をしてください。そうしましたら、まずはパターンから最初です。パターンから最初にして、手のひらが上のところから手の甲を上に持ってきてください。そのまま前から回転、そしたらパターン、後ろから回転、パターン、前からパターン、後ろからパターン、この4ポジションを使ってトレーニングしていきます。それではレベル1からやっていきましょう。レベル1では右手左手、手は上向きからやっていきます。1、2、3、4 1、2、3、4。次に左手で1、2、3、4 1、2、3、4。これ全部ストップ取りのイメージでやるようにしてみてください。もしかしたら分かりづらいかもしれないので、後ろ向きでもやっておきましょうかね。このように準備をしたら1、2、3、4 1、2、3、4。左も1、2、3、4 1、2、3、4。それではレベル2に移っていきましょう。レベル2では前腕部分を上向きから下向きに変えていきます。手首の動き方は変わらないんですけれども、ちょっと混乱するかもしれませんね。パターン後ろから、パターン前から回転、パターン後ろから、パターン前から、これをワンカウントずつです。左手でも同じです。1、2、3、4、5、6、7、8。念のため後ろからもやっていきましょう。7、8、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。さあそれではレベル3です。レベル3は前腕を正面の方に折っていきましょう。位置が変わるだけで手首の回転混乱する方もいるので、ゆっくりやっていきましょう。まずは手のひらを向けるんでしたね。そこからパターンで回転180度です。パターンで回転180度、1、2、3、4 1、2、3、4。反対も同じです。1、2、3、4 1、2、3、4。これも後ろ向きでやっていきましょう。せーの、1、2、3、
フォッ、ワン、トゥ、スリー、フォッ、ワン、トゥ、スリー、フォッ、ワン、トゥ、スリー、フォッ。それでは最後レベル4でロールをやっていきましょう。これまではすべて手のひらが外向きから始まっているんですけれども、レベル4だけは手の甲が外向きになるところから始めていきましょう。前腕部分はレクチャー動画上でお見せしているんですけれども、もちろん下でも前でも練習していただきたいなと思います。それではやっていきましょう。まずは準備姿勢とっていただいて、そのまま回転180度行います。そうすると皆さんこれ以上って回らないはずなんですね。横からもお見せすると180度回していくと、これ以上回そうとすると肘が動いたり体が動いたりしていくんですね。そこをですね、このまま過ぎるようなイメージにして立てていきます。立てちゃいます。でそのまま手のひらを上に向けます。上に向けたら返しながらもう一度持ってくると、これでロールになるんですけれども、もう一度ゆっくりやってみましょう。手の甲が上から、まず180度回しちゃったらいけないはずのところに行こうとする。できるだけ肘動かさないようにして立てて、手のひら上になったらこのまま返してから180度回す。これ反対側も一緒です。180度回していけない方ですね、いけない方に対して回そうとして、手のひら上にして返して180度回していくと。私は手首が結構硬いので結構こう立っちゃうんですけれども、できるだけスムーズな回転を行えるように、できるだけ手首を支点で回していくというのがポイントになっていきます。これを2カウントで回していきます。7 8、ぐるるるぱ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 、せーの、 1 and 2 3 and 4 5 6 7 8。後ろ向きでも7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8。さあ以上でメニューの流れはお伝えしきったことになります。この後の Tips コーナーでは90度を作るためにコツとなってくる部分だったりとか、つなぎ方についてご説明していきたいと思います。超入門者の方でもできるようになっていますので、ぜひ最初の一歩として取り組んでいただければ嬉しいです。それでは Tips コーナーに移っていきましょう。まず一番最初にお伝えしたいのは、90度をベースで作っていくということがとても大事になっていきます。そこで問題になってくるのは、手首が動いていくわけですから、手首のね、できるだけここ90度にしていきたいな、反対もそうですね、ここを90度にしていきたいなということになってきますよね。で、手首の柔らかさは人によって違うので、このように私のように硬ければここ90度にはなかなかならない人もいると思います。それはそれでいいんですが、ダメなのはこの指の根元のところがこういう風になってしまったりとか、こういうことですね、こういう方って結構多かったりとか、あとは親指が余計なところに出てしまっていて、こういびつな形、面になってないっていう方も結構いらっしゃるんですね。で、この時の意識なんですけれども、まず指の4本こうくっつけちゃった方が楽だと思います。親指はそのまま並べるように添えた方が楽だと思います。もちろん慣れてくれば少しずつ緩めていって脱力は入れていってほしいんですけれども、ある程度力を入れておかないと90度ここをまっすぐにすることってできなかったりしますので、まずは4本の指をくっつけると。そうすることによってここがなかなかこう折りづらくなりますので、しっかりとくっつけて親指を添えてあげる、この形で最初練習するといいと思います。さあ次です。手首を折る折るというこの2ポジションに関しては、前腕の筋肉を非常に使っていきます。これですね。こちら側に折る場合はこちら側の筋肉を使いますし、外側に折る場合はこの外側のこの筋肉を使っていきます。しかしこれ面白いことに、使っている筋肉を縮めるということばかりを意識するとどうしても過緊張が起こっちゃって、こういうふうに指先になりがちなんですよね。これもそうですね。ここを使うんだ、自然と使っていくとグーってこうやって指先までいっちゃうことが多いんです。ですので反対側を意識して、こちら側、こっちに使うんだったらこっちが伸びる筋肉になりますので、こっちを伸ばすんだってイメージをすると自然と手首の90度作りやすくなっていきます。反対もそうです。こちら側に行ったらこっちを伸ばすんだ、縮めてる方を意識しないでこっち側を伸ばすんだっていう意識を持つとかなりやりやすくなります。ポージングも決まりやすくなりますので、ぜひちょっとイメージしてみてください。そしてもう一つ引っかかりやすいポイントが、肘だったり脇のところで90度が作れないという方がいらっしゃいます。これって肩が上がっちゃうんですよねっていう意味とほとんどイコールだと思うんですけれども、例えばこういうふうにポイントを作りますよね。そしたら肩が上がっちゃえば、このようにここが90度になることなかなかないですし、人によっては肘が落ちちゃってここが90度よりも狭くなったりする場合があると思います。
これの解決策として固定している部分のイメージをこの上腕の部分だったり肩の部分と考えるのではなくて、肩甲骨で自分の上腕をロックしていくんだって考えるとかなり固定しやすくなるので、ぜひ参考にしてみてください。じゃあ肩甲骨どういうふうにロックしたらいいのっていうと、このように手を下に向けていただいて小指を下から回します、はい、できるだけ上まで行っちゃってください。そのままこの手を気をつけの方に持っていくと自然と胸がグッと張るようになります。肩できるだけ下げちゃってみてください。後ろでもやってみましょう。回してきてできるだけ上に向けたらこのまま気をつけしちゃう、肩できるだけ下げる、これ肩甲骨ロックされている状態になります。これを意識してできるだけ肩甲骨動かさないように90度を仕上げていく、はい、これ前も一緒です。もちろん下も一緒です。肩甲骨ができるだけ変わらないようにしてください。ただ私の場合は下に行った時に限って肩甲骨、要は関節が少し硬いので肩甲骨の位置を少しさらにねじるようにと言いますか、こう前傾させるようにすると90度まで行くようになりますので、肩を落としながら肩甲骨を少し倒していくと、ここでまっすぐなんですけど少し倒していくと、そういうちょっとした工夫は後から必要になってきますけれども、ベースとしてこの気をつけをしてからポジションを一つ一つ覚えていくとかなり取りやすくなりますので、ぜひ参考に練習してみてください。さあそれでは最後に、うまくねその順番が覚えられなかったり、どっちに回転させたりどっちに動いたらいいかわからないという方もいらっしゃいますので、ちょっと覚えるコツなんかをシェアしていきたいと思います。まず最初にこう脇締めちゃって楽な形でできるだけリラックスした状態を作るのがいいんじゃないかなと思うんですけれども、指先だったり手首の90度だけは意識しましょう。そこから、まあ、あのお椀を持つような形、ここからスタートするのが私は覚えやすいと思ってるんですけれども、まずはこのパターン系、この2つのポジションしっかりとつなげるかどうか、1、2、そしてだんだんこうブレてたものをここが支点になってパターンパターンパターンで動かせるかどうか、この2つのポジション覚えちゃいましょう。さあここからです。手が上に乗っていたら前には回転できないんです。前には回転できないです。ここで止まります。必ず止まりますので、このまま後ろ側に持っていくと、後ろ側に持っていく際に途中で止まっちゃったかもと思うんですけれども、もう一個肩を少し関節遠くに出してあげるようにすると90度作れるようになりますので、前には絶対いけないんだけれども少し肩の関節意識してあげれば180度回転するんだっていう、まず一つ目の回転。二つ目の回転は頬が上の場合は後ろにはいかないんです。ですので前側からいくと、こっちの方が楽かもしれないですね。肩に干渉を起こしづらいポイントなので180度回転することができます。そして最初の一歩としては手首のロールまで頑張っていただきたいと思っているんですけれども、準備姿勢ここ5つ目のポジション出てきちゃうんですけれども、先ほどはこの外側に指を向けている時って手のひらが上でした。でこれを下に向けていただいて、こうすると前側からしか回らないようになっています。ここから半周回したらこっちには回らないはずですよね。そのまま指立てちゃっても構わないので回していきます。そうすると手のひら上になりますよね。さっき出てきたポジションです。このままくるんします。もう一回いきますね。こちら側から行って指立てちゃっていいのでひらが上になったらくるんします。これを滑らかに持ってってあげる、滑らかに持ってってあげてもう一個回しちゃうと、これが今回やってるロールです。反対側も一緒です。スタートが内側であれば回してきて行かないよってなった時に指立てちゃう、平が上のパターンしてもう一個回していく、回してグン回してグン、最初は肘動いちゃうかもしれないですけれども、何回かやってるうちに手首のキープの仕方が分かってくると思います。この辺もするような感覚になってくるとグッドです。さあキングタット超入門ということで、片手ずつ上腕も3つのポジションに絞って練習してきました。結構これ練習したことがないよっていう人が振り付けで一番最初に入ってきた時に面食らっちゃう方ってとっても多いので、ぜひね触りだけでもこの手首の90度を使うんだっていう本当に経験をしておくだけでも全然違うと思いますので、お暇な時に取り組んだことがある程度の経験をしておくと絶対得になると思いますので、ぜひ 1、2度取り組んでみてください。そしてこの後、いつになるかわからないですけれども、いろいろね両手の組み合わせをしたネタみたいのもご紹介していければいいなと思っていますので、楽しみにしていてください。それではティップスコーナーを終わりにしたいと思います。スペースアートダンス TV では皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして少しでもハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思います。さあキングタットね、なかなかこれも簡単だからレクチャー動画ってなかなか出すのが後回しになってしまったんだけど、結構疲れたでしょ。そうですね。そうだよね、はい、うん、肩甲骨に結構私はきます、うん、つりそうになります。そうなんだ、肩甲骨のところで、はい、それってすごくいいことで、うん、こっちばっかりが疲れるっていう人はまだ支え方が甘いよっていうことなんだけど、うん、
ども、すごくね、肩甲骨とか脇の下が疲れるっていう感じは、いい感じで全部、そのボディから手を支えられてるってことなので、とても良かったと思います。ゆうらがどう作れたとかありますか？やっぱり、ムーブをずっと続けていくと、うんうん、その場所だったりとかっていうのが、うん、例えば肩上がっちゃったりとかっていうところまで意識を持っていけるように、ボディのキープがねっていうところだよね、はい、なるほど。で、結構疲れたし、ちょっとさっきまで落ち込んでたんですよ。で、NG を3回ぐらい連続で出して、アラミがね、すごくそのちょっと怒ってたというか、怒ってはないけど、でも最後の最後でね、そうですね、1箇所やらかしましたよね、はい、それちょっと今差し込んでおきますんでやばい。バレちゃう。ちょっと皆さんに謝罪して、そうですね、この度は回転を一箇所だけ間違えてしまったのでそこだけお許しをいただけた。次は完璧目指してやっていきたいなと思います。バリエーションね、両手で組み合わせたバリエーションとかもやっていきたいと思ってますので、楽しみにしていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。